デロリアンのアンバースナイパーライフルをダンボール工作で作っていくぞ。工作のこだわりポイントはここ。原作と同じようなリロードの仕組み。ここを開けて薬莢を入れる。それと薬莢、この薬莢の中に動力と発射装置を入れてある。スコープ、原作ドラマと同じように取り外すことができる。今回は厚さ3ミリの段ボールで作っていくぞ。早速作っちゃおう。まずは薬莢から作ろう。切り出したパーツをぐるっと丸く接着して薬莢の本体にする。割り箸をこんな形に削って真ん中あたりに穴を開ける。このパーツが弾丸のフックになる。薬莢に小さく切った段ボールを接着して中の波になっている部分に爪楊枝を通してフックの支柱にする。輪ゴムをこんな風にテープでまとめて薬莢の端っこに引っ掛ける。これで薬莢は完成。弾丸は段ボールを貼り合わせて作ろう。真ん中にフックを引っ掛けるへこみ、後ろには輪ゴムを引っ掛けるへこみを作る。フックを引っ掛ける部分は爪楊枝を接着して補強しておく。これで薬莢と弾丸が完成。飛ばしてみよう。ジャカ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 、じゃん。本体のレシーバー部分、まずはトリガーを3枚貼り合わせて作る。レシーバーの内部フレーム、切り出したパーツを順番に接着。外部フレームは左右対称なものをそれぞれ2セット作る。内部フレームに外部フレームを接着。このチャンネルは俺陽太郎が工作やゲームなどいろいろなことにチャレンジしていきます。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。補強にもなるスペーサーを2つ作る。これを内部フレームの内側に接着する。これでトリガーがちょうど入るくらいのスペースが空いた状態になるはず。トリガーを入れて穴にシャフトになる爪楊枝を通して長さを調整。トリガー、内部フレームにそれぞれ竹串を刺しておく。これに輪ゴムを引っ掛ける。これでトリガーを離すと元に戻るようになる。今までのとは仕組みが違うよ。トリガーの工作が終わったのでトリガーカバーを接着。あらかじめ裏側をカッターで切っておいて綺麗に曲がるようにしておく。これでレシーバーが完成。トリガーを引くとこの部分が上に上がって薬莢のフックを押して弾丸が飛び出す仕組み。バレルを組み立てよう。バレルは2本に分割して作る。裏側に段ボールの目に沿って切り込みを入れておいて柔らかく曲げれるようにしたものを丸めて筒にしていく。内側を弾丸が通るので綺麗に組み立てよう。2本をつなぐジョイント部分を作る。ジョイント、ジョイント、ここだけちょっと厚い段ボールにしてみた。5ミリぐらい。先端部分にはいろいろとパーツがつくので二重にする。フォアエンドチューブも同じように2分割で作る。今回はバレルとフォアエンドチューブをそれぞれ2分割にしたけど、大きな段ボールが手に入るなら分割しない方がしっかりと作れると思う。接続するジョイントも作っておこう。ジョイント、ジョイント、バレルの先のフォークのような部分を作っていくぞ。ここは切り出したパーツを順番に組み立てていくだけ。動いたりする部分はないけど一番目立つ部分などで綺麗に作ろう。この先っちょのフォークみたいな部分、ドラマでもゲームでもこの部分にバチバチ電気が流れて直接敵を攻撃したりしていたけど、レゾネーターなんだって。
打つときに揺れや音を減らす装置ということなのだろうか。フォークの下につけるフォアエンドチューブの接続部品も作ろう。出来上がったパーツをそれぞれバレルの先端カバーに接着。ここがずれるとカッコ悪いので慎重に。慎重慎重。ここができるとだいぶアンバンスナイパーライフルに見えてくる。廃墟口エジェクションポートを組み立てていこう。薬莢を出し入れする部分、ここもパーツを順番に接着していくだけ。動く部分なのでずれないように注意。丸い穴に薬莢を通して固定するんだけど、実物を入れて少し削ったり調整をしていこう。レシーバー本体につけるプロテクターのようなものを組み立てる。ここは単純に切ったパーツを接着していこう。レシーバー本体とバレルを接続するフォアエンド部分を組み立てていこう。あらかじめ切り出して折り目をつけておいたパーツを接着。これからもいろいろな工作をしたいと思っています。リクエストがあったらコメント欄からよろしく。レシーバー本体との接続用ジョイントパーツを接着する。これをレシーバーの内部フレーム、外部フレームの間に刺して固定する。スコープを作っていこう。丸めて筒にする前に中に磁石を2つ埋め込んでおく。これでスコープベースと固定すれば簡単に取り外せるようになる。スコープの前と後ろを少し厚くするために1枚ずつ巻いておこう。これでスコープが完成。スコープを接続するスコープベースを作ろう。まず段ボールの目に沿って切り込みを入れたパーツを曲げておいて、この隙間にグルーガンを少しずつ入れておく。反対側も。これでグルーが固まると曲がったまま固まる。イエーイ。磁石も S 極と N 極を間違わないようにして、裏側に開けたくぼみに磁石を接着してテープで固定する。ベースの足になる部分、そしてベースをバレルに固定するためにバレルがちょうど通る輪っかを作る。ベースを足に接着してバレルの輪っかにも接着する。もう一つのスコープベース、足の部分を組み立ててそれに接着する。こっちはフォアエンドにくっつける。最後のパーツ、ストックを組み立てよう。これも段ボールの目に沿って切り込みを入れておいて、ストックの直線に合わせて接着していこう。後ろに行くとだんだん細くなっていくから、パーツは斜めになっている。傾けて力を入れてきれいに貼っていく。力がかかる部分ではないのでがっちり接着しなくても大丈夫。形が崩れない程度に接着しておこう。レシーバー本体とストックを接続するジョイント、フォアエンド部分と同じものをストックにもつけておく。段ボールを貼り合わせて厚さを調節しておこう。それぞれのパーツが完成。早速組み立てていこう。まずバレルを接続してスコープベースを通してフォアエンドに差し込む。先端のフォークをバレルに装着。この時にフォアエンドチューブも挟み込んで固定しておく。続いてストックとレシーバーを合体。後で外してメンテできるように竹串で作ったピンで固定しておく。エジェクションポートは開閉するので竹串をシャフトにして固定する。レシーバーのプロテクターをかぶせてからバレルごとフォアエンドをレシーバーに接続。竹串で固定。磁石を入れておいたスコープをセットして、ここに薬莢を入れる。早速行ってみよう。